今からお尻触っていきますね。はいはい、頭からこう神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れとか肩甲骨の疲れとして頭が間違えてしまいます。はい、なのでここしっかり緩めていきますね。はい、お尻ね、はい、結構痛いですので、はい、頑張ってください。はい、はい、すいません。ちなみになんかでも太ももそんな痛くなかったですね。うん、ふくらはぎだけでしたね。はい、ここここですか。ちょっと色にしますよ。よいしょ。あ、よいしょ。めっちゃ痛い。めっちゃ痛い。ね、細かいところね、はい、指で緩めていきますよ。はい、右足ね、はい、はい、腰から、はい、じゃ膝が痛くなって、はい、でお尻、じゃ腰痛くなって、今度なんかね、しびれるような痛みがあったんですけど、はい、それから骨神経痛とかなんですかね。かな？ね、いや、ほんで結局なんか病院行っても結局ね、はい、そんなになんか、そうですね、腰張って帰りなさいみたいな。そうでしょ、はい、なんか言ってないんですけど。多分座骨神経痛っていうかお尻の筋肉が硬くなってるだけだと思うの で、うん、でそれをしっかり緩めていきますが、それで取れたらいいです、はい、で取れなかったら、違う 病気考えた方がいい、うん、椎間板ヘルニアとかね、なんか病院にあんまり行ってもなんとか思えないまあでもそろそろね、かかりつけを持っといた方がいいよそうですね、私こう見えて楽しそうに生きてますけど、はい、2ヶ月に1回ちゃんと病院にかかって、はい、血圧血中検査されてますから。そうですか、はい、先生血圧いくつぐらいですか。血圧140の100とか結構高めなんです。ちょっと高いぐらいですかね。お薬飲んでてね、5錠ぐらい。そうか、結構飲んでますね。はい、で先生に下げてって言ったらダメですよって水野さん何考えてるんですか40代でしっかり血圧をコントロールしないと後々大変なんですよって。分かりましたってそうですよね。いちいち言うなって話です。いや、大丈夫ですよ。痛いと言われたら喜ぶ。はい。それが生きがいですから、そうですよね。私も逆の立場やったら、そうなってると。はい。では、お尻の筋肉というのは、ここからここまでくっついてるので、はい、もうちょっとしっかり緩めていきますね。はい。はい、
めっちゃいいピッキンですね。指です。うん、あ、しないしないしない。痛い。反対側向きましょうか。めっちゃ靴下取れました。めちゃ靴下取れた。あ、もうなんか飛ばしたんでいいです。はい、向こう行ってきましょうか。すいません、はい。これはですね、今まで自分が放置してるから、そういうことですね。そういうことですね。今罰を受けたと思います。まあこれがね、1回やったら、まあ、2回目3回目とかは全然痛くなくなっていくので、はい、あ寝る人もいますからね、これで。すごいですよね。ああ痛い。ああ、あ、1回目から寝る人いるんですか。1回目からいない。さすがにやったらすごいですよね。そんな人いない。あ、そんな人来なくても大丈夫ですね。そんな人来なくて大丈夫。ああ、う、う、笑っちゃうでしょ。ね、なんかこう。受けると、あ、分かる分かる、その気持ちってなるね。いや、もう本当に、あの、そうなんです。では下向いて休みましょうか。下向き、下向き。ちょっと見慣れてきました。見慣れてきましたね。まあ、みんな一緒なんだよ。よいしょ。